はい、皆さんこんにちは、三宅智子です。今日はですね、愛知にいるんですけど、新舞子駅から徒歩すぐのところにありますちゃんこ友綱さんにやってきました。はい、こちらね、2回目ですね。前回ね、ちゃんぽんのチャレンジメニューに挑戦して失敗してしまいまして、今回リベンジに来ました。朝からね、ハンバーガーのチャレンジをして、今日2回目のチャレンジなんで不安しかないんですけど、今回こそは食べきりたいなと思います。はい、頑張ります。うわわわ、すごい。私としては成功してほしいです。あ、本当ですか。頑張ります。はい、3、2、1、5。はい、いただきます。前回はね、ちょっ と結構取り分けるのに手間かかっちゃったね。今日このままいきたいと思います。いただきます。辛い。はい、うん、美味しい。何個入ってんだろう。そんなに入ってたかな。よっ、あっという。麺出てきました。めっちゃ痛い。これうん、すごい。けどない。ちょっと冷まそう、冷まそう。ちょっと鶏皿に移して。すごい、うずらがまだまだいる。こんなにいたかな、前。うん、ごめんな。
10分経過。もう10分。やばい。これはね、スープは飲まなくていいので、もし間に合わなそうだったら、スープ諦めます。はい。暑い。汗が吹き出ますね。全然減らない。半分経過しました。暑さがやばい。スープは飲まなくていいんですけど、ちょっとこの具材をかき集めるのがね大変なんで、はい、いっちゃいます最後。結構暑くて、あ、汗がすごい。体の中が中からね、温まるね。でもこれ人が暑く熱中症出したくもバッチリ。確かに。前回来た時にすごい美味しかったんで、ここはねまたリベンジに行きたいなと思ってて、はい、また来れてね、今回成功できてよかったです。はい。暑さがやばかったんですけど、汗止まらなくて。前回はなんか移すのにすごい時間かかっちゃって、今回はもう最初からね大きいレンゲで移したんで、はい、その分ねちょっとロスを減らすことができて、はい、間に合いました。はい、美味しかったです。よかった。いろんなね具材の出汁も出てて、スープが本当に美味しくて飽きないぐらいにもういろんな具が入ってるので、ずっとね美味しく食べられました。はい、
もうただね、結構やっぱもやしとかキャベツとか割と食感があるものも多いので、結構ね、最初はなかなか減らないって感じだったんですけど、でも麺はすごい食べやすくてツルツルいける感じだったんで、はい、なんとかね、麺で追い上げて完食できました。はい、美味しかったです。はい、こちら日田市のデラ盛りグルメという企画で、5店舗あるうちのとりあえず今日で3店舗成功しました。はい、あと2店舗できればまた挑戦したいなと思います。こちらもね、ちゃんこのお店なので、前回ね、ちゃんこいただいたんですけど、もうちゃんこもとっても美味しかったので、皆さんぜひぜひ、ちゃんこを食べに来るもよし、自信がある方はぜひこちらもチャレンジしてもらいたいと思います。スーパー飲まなくてよくて、具材だけで 3.2 っていうのを30分以内完食すると、無料になるっていうことです。ちょっと今日は2回目のチャレンジでね、どうなることかと思ったんですけど、はい、よかったです。はい、もうこれから東京に帰りたいと思います。でまたね、こちら日田市すごいいいところなので、またしたいなと思います。ごちそうさまでした。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。またぜひ次回もご覧ください。バイバイ。